はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やっていきましょう。バイオハザード RE2 ということで。いやー、本当に前回ね、申し訳なかったですね。まさかのちょっとね、録画ミスがあったということで、全くもって音声が入ってなくて、で、それをそのままね、アップロード仕掛けちゃったんで、一旦ね、で、しかも、最悪なことに、やっちまったのが、もうちょっと先々でレオンじゃないクレア裏編とかもプレイしちゃってたんですよ。レオンクレア編、クレア裏編をもうプレイしちゃってたんで、その上にね、この前回パートに当たる部分を上書きでちょっともうセーブしちゃってた関係から、途中をねもう一回掘り起こしてねプレイするっていうのがちょっとできなかったんで、裏編でそのネストのね序盤の方をちょっとお見せするっていうような形にやってますんで、若干つなぎ方がすごい変だし、もうちょっとご迷惑かけてしまったというところもあったから、ご迷惑っていうかね、せっかくやったのに、全然ね、どうせやなと思って、ちょっと豪快な感じで進めていくようにしちゃいましたけど、だからここら辺のね、敵とかね、倒し方とかが全然違ったりとかするので、ちょっと矛盾点はあるけど、まあ、間に何が起こったのかっていうのをちょっとお見せしたかったこともあるんで、まあ、これでご了承いただけたらと思いますね。まあ、立夏はね、2発で死ぬけど、ちょっと当たりどころがね、よかったら、もしかしたら生きてるかもっていうちょっと危惧があったんで、3発目ちょっと構えてましたけど、いない、燃えてる、チュキ、あれいないね、MU ですね。これがいまいちね、なんかこうちょっとよく分かってないんだよね。これこれうい、これがなんかあれだよね、心音というか、心電図だったとしたら相当荒れてる人だよね。なんかでもさ、そろそろあれだな。今なんか、プチ標準語で喋ってるけど、僕、思いっきり関西人なんよね。でもなんか、こう、一人で喋ってる時なんかは、一人で喋ってる時じゃない、誰かがこう後ろにいて、例えばね、僕が初期にやったバイオハザード RE3 とか、そのあたりとかっていうのは、後ろでね、編集さんがね、いながら一緒にプレイとかしたりしてたんで、普通に、おお、起き上がるの大変な、おめえさん。はい、はい、はい、おやすみ。行ったから、普通に関西弁でベラベラ、だから、なんか実況するというよりは、その編集さんに向けて喋りかけるみたいな感じでやっとったけど、今ね、なんか一人で喋ってると、なんかちょっと妙にかしこまってもうて、関西弁が出なくて、標準語が出てまうっていう、そんな感じになってるんで、ちょっとそこをね、ちょっと我慢して、意識して、普通のトーンで関西弁で喋れるようにしていこうかなと思うんやけど、もしね、いやいや、お前の関西弁、なんか、関西人のはずやのに、関西弁じゃないっていう、なんかイントネーションおかしいみたいな、そんなんがあったら、これまでの喋りに戻りますけどね。でも、広島で生まれて、5年間広島で住んでて、で、そこからもう大阪に20何年おったんやろ ?23 年くらい ?28 になって、で、じゃあ27か。じゃあ27で結婚したから、27で結婚して、違う、結婚26。で、27 になってから、京都に引っ越してきて、まあだからもう、実質5歳から、もう今のこの30までずっとね、なんだっけ、そう、大阪と京都に住んでるから、もうバリッバリの関西人ね。だから、でもやっぱりね、関西の人やったら分かってくれるかもしれへんけど、分かってくれると思うんやけど、大阪とね、やっぱね、京都もノリがちゃうから、毎日ね、その、京都の、バリッバリの京都人の人となんか喋るっていうのすごいね、ちょっとね、違和感があるというか、その、なんか笑いのツボとかも違ったりする。まあ、もともと僕の笑いのツボも変やいう話をよく受けてたんやけど、どこまでもしつこくボコボコにしばくっていうね、ナイフも使うこともない、あれへんからな。そう。この格好は大失敗。大阪人って、いい意味でも悪い意味でも、なんか全ての情報をオープンにするみたいな、なんか癖がある。だからね、笑いもその自虐的な部分が多いんやけど、なんか、京都人の笑いっていうか、なんか京都人ってね、妙にプライドがあるっていうか、高いって言ったらいいんかな。まあ、それか僕のたまたま付き合う京都人がそういう人たちの傾向が高いのかよくわからへんけど、なんかね、自分がいじられるのはとにかく嫌、貶められるのは嫌。で、人をいじるのはもうむしろそれはやった方がいいみたいな、そんな感じなんよね。冷却が終了しました。
だからあの人によってはすごいそのいじりが不快に思ったりとか、なんかあのこいついじるん下手くせやなとかってもう普通に思うこととかもあるんだよね。そうだからなんかこう自分が下に見られるのは嫌っていうか、なんかねノリがなんかそんな感じだったりするから、うん、だから京都の方とねあの喋ったりしてると、人によってはこいつって思う方もいるかもしれへんし、逆にあのそういうねあのなんか上から来てくれる人の方がなんか自分はその変に立てなくてもいいというか、関わらな関わり方がまあむずいって言ったらむずいけど、であのそういうノリが好きっていう人もおったりするからね、そのよくわからない、あ多分大丈夫。でも兵庫もまた兵庫ってちょっと違ったりするもんな。兵庫県在住の人とかでも、うん、薬液を散布します。なんか兵庫あれやな、我関せずっていう感じかな。大阪もね、北摂とね南の方とかね、あの岸和田とか堺とか泉とかの方に行くと、またこれはこれで違ったりするからややこしいね。だから僕北摂の方なんですよ、吹田にずっと住んでて、で親父のお兄さんがその堺とか泉に住んではる人で、そのあの いとこが4人女の子がいるよ。まあ女というかもうなんかなんて言ったかな、もう野獣の集まりっちゅうからもう本当になんか女として認められる系女子が一人もいないっていう、ね、あの本当に腕からあのなんだろうな、あの T シャツから太もも出してるような人とかみたいなやつとかおったりとか、そんなんやからな。まあそれはいいとして、そしたらねもうズバッとね、いやお前ら大阪人やけど、あのお前らが使ってる大阪弁は大阪弁ちゃうからなみたいな、あそこにイビいたんだ、びっくりした今喋りながらのゾクッとした今背中が、そうそう、だからなんか全国的にその関西人とか大阪人とか大阪弁ってこれだよねって思われているのは、堺とか岸和田とか大阪の南の方を浮かべてると思う、多分みんな。だけど北摂の方の大阪は、まあ、まだちょっとねおしとやかというか、まあ個人的には茨城市が一番荒いなとは思うけど、面白いのがさ、その荒さとかがさ、結構僕バスケやったからバスケでも出てきたりするんよね。そのバスケでも吹田の人たちは綺麗なバスケするんよ、茨城はファールが多い、とにかく当たりも強いしファールも多いしっていう、そんな感じやから、でそれがやっぱ人間性とかも出てきてるから、なんか応援とかもね、茨城のそのお父さんお母さんその父兄の応援とかも結構荒いんよね。うん、そんなんがあったりするから、お釣っていけた、気持ち、違うガンパウダーはめてみや、爆発すんの。よし、ここでアイテム特に拾う系ものはないかな。よし、じゃあこのまま進んでいきましょう。このペースだったら、どうやろう、いけるかな ?G3 まで倒すか。なんか G3 倒さんで、バート区切っちゃうと、ちょっと中途半端な感じになってまいそうやから。そのままやっちゃおうかね。ちょっと長くなるかもしれないけど、まあセーブできるポイントが終わった後、ね、あ、そっか。変電器あれだ、全部使ってないから、もういいやと思って、変電器ちょっと無視しちゃってたけど、変電器、あれやな、使ってへんかったら、捨てられへんから、めんどくさいな。じゃあ入っていってチラッと、よし、で、あ、ん？違う、あ、そういうことか、そういうことか、駐車場と同じパターンのやつやな。ダメだ、でけへん、あかーんって、あ、これもしかしてこれって服部平次、ま、名探偵コナンに出てくる服部平次とかも、あれ多分東京の人と、まあ、東京出身が どの人がやってるか分かんないけど、とりあえず関西の人じゃないよね、イントネーションが。だってあるちゅうわけやな、なんてそんなイントネーションで喋る関西人おらんからな、まず、うん、おらんもん、うん、カズハ捕まっときそんなそんななんかキーをなんか、はい、どうなんだろうな、言うんかな、あんまりそんな強調した言い方をする関西人見たことないけどな、は、ね、
それをあれを正規の関西弁やと思われても、ね、別に関西弁にプライドを持ってるわけじゃないから別にどんなイントネーションで喋ってもらっても構わへんねんけど、なんかそれがね、そのあの関西弁の使い方が標準ですってなると、それはそれでちょっとなんか違和感感じるなと思ったりするけどね。さてさて、ちょっとボス戦に入っていくんで、どうしよっかな。回復薬ちょっと多めだな。まあいっか。まあ硫酸で溶かしちゃいますか。あれ？どこ行った？あったあった。まあアイテムパンパンにしていっても別に噛めへんと思うんで、とりあえず、うん、もうなんかありったけの弾ぶち込もうぜっていうね。で、どうしようかな。まあこんだけやら足りるだろうな。セーブも考えたけど、セーブすると収録日がバレるからこのスルーして走っていきます。よし、じゃあやっていこう。よくよく考えたらあれだね、前回パートでさ、あの太陽の光をそろそろ浴びたいって言うけど、より地下に潜っていってるよな、これな。なんか昔あの素人さんだったっけ、なんか日曜日の8時か9時とかに、ね、それこそ20年以上前なんだの話やけど、やってた番組で、その時にこれで死ぬわけが、こんな硫酸弾で死ぬなんて初めからもうぶち込みまくってるしねな。あ、でもそっか、火炎弾2発でぶち込んだら倒れるくらいだから、そんなもんか。硫酸弾の方が強いのかな。私の夫だった。まあ、そんな話はどうでもいいとして、あの、あれあれ、なんかね、ピラミッドに潜入していった研究者とか科学者とかが、なんか数日後、謎の死を遂げるみたいな番組があった、番組っていうか、まあその番組の中でその特集がやられてて、で、なんかそのファラオの呪いだとかね、ツタンカーメンの呪いだとかっていうのすごいうわーってなってたの、なんか結論、なんかラドンっていう、これウイルスだったのか細菌だったのかちょっと分かんないけど、なんかラドンっていうね、ラドンってあのなんかウルトラマンとかに出てくる怪獣とかそういうのとはじゃなくて、そういうのじゃなくて、なんか地下何メートル以上にのみ生息するっていう生物らしくって、それがそのピラミッドとかの地下に入っていった時に、体内に、まあ、何らかの形で入っちゃう、まあ、呼吸した時とかに入ったんですよ。でそれがなんか体の細胞とかをなんか破壊しまくるみたいなのがあるから、一時その番組を見た後にもう地下鉄とか行くの怖かったもんね。地下鉄とかあのビルとかの地下に行くの怖かったもんね。もしラドンがいたらどうしようみたいな、まあ、結局さ大人になってみて冷静に考えればさ、そこに行ってたらさ、そこで仕事してる人たちとかってバタバタ死んでいくはずだから、まあ普通に生活圏内で掘られている地下っていうのはそのラドンが生息するあれではないんだなっていうのがあったけど、やっぱなんだかんだ G3 の見た目が一番かっこいいと思ったな。 G4 がなんか一番バイオハザード2の面影がない気がするな。あなたに何ができるっていうの。やってみなきゃわからないでしょ。上から眺める谷間、こいつほんとねえな、こんなにないねえ、お母さんからよくあんなにボギンな娘が生まれたもんだ。ああ、それはあのあれですよ、ジュラブラブラ、あれでの話よ、バイオ6の話よ。いいオッケー、それ攻撃してくるし、あーちょ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 、あべべべべべ、ほい、はい、オッケー。背中ぶちのめすのがちょっと難しいかもしれないね。あべべべ、はい、オッケー。背中外れて、下手くそ、ちょ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 、あ、どこ行くん、おーおーおお、オッケー。あれ食らないのかな、自分でなんかねやってるやつ。よし、オッケー。じゃあ続いて、ドーン、燃えろ、ほい。カエンダーはどうだろうな、またイビー出てくるタイミングとかで残しといた方がいいのかな。すげえ燃えてるけどな、燃えてる横をすり抜けるクレアダメージ全く受けないんでね。
ちょっと下手くそ、あ、ちょっと待って、あ、クラウンかい、やばいやばいやばい、あ、ちょっと待って、予想外のダメージだった、近づいてこない、あ、オッケー、倒れた、よし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 、売れ売れ、プレゼントポイプレゼントポイプレゼントポイ、てかもうあれだね、あの燃やしすぎてあれだな、皮膚溶けてもん、ああ怒り狂ってるわ、ああよくも私を動かしてくれたな、つってだったら目玉生やせ、おお跳躍力半端ねえ、やべ全然食らわねえ、よしよしよし、後ろ倒しといたらね、頭のね、あのこっちに向かってね、のし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 歩いてくれるとか、それをね、あの打つだけで、だってちょ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 ギリギリまで、ね、オッケー、ほいほい、プレゼントプレゼントプレゼント、鉛玉が食いたが強いな、家に直接ご馳走してやるよっていうね、これが分かる人は結構通だと思う、今こんな感じと、よし、全然あれだね、ラスト一発だし、こっちに行く、どっか端っこまで行って、どこ行った、いる、よし、もうでも終わるやろ、だいぶ苦しんでるもんね、うん、ほい、あれちょっと待って、もろともしなかった、手榴弾、手榴弾ちょっと手榴弾あれだ、おお燃えた燃えた燃えたダメージを食らえなかった、手榴弾はあいつなんだよ、手榴弾はなんかあのマッスル筋肉じゃなくて誰だっけ、マッスル、ん、あ、マッスルマスルくんだ、なんかあの一時死亡説出てたけど、あの人、ああいうのって何なんだろうね、まあ、ちょっと直接的なこと言ったらさ、あの名誉毀損とかになるかもしれないから言わないけどさ、本当にコミュニケーションが、基本的なコミュニケーション取れてないもんね、あ、びっくりしたもん、あの梅田ジャパンさんのそのピックアップしてるやつ見た時にさ、え、何これって思ったもんね、ああいう人種がいるもんなんだなって本当思ったよね、いや世の中にはね、本当にコミュニケーション取れないやつとかいるもんね、僕もその最近ね、ちょっとあの苦労してる、あのもう引退間近のパートナー、代理店パートナーの人がいるんだけど、なんか例えばだけどさ、その好きな食べ物なんですかっていう質問をした時にさ、いや僕が乗ってるのはエスティマなんだよとかっていうような回答してくるような人がいるんですよ、それもすごい極端な例だけど、うん、え、食べ物の話してるのに乗ってる車なんですかみたいな、ほんとそんな感じ、全然話にならへんっていう人がいるから、ここはね、皆さんね、なんだろう、注意してくださいっていうか、急いで戻らないと、注意もクソもないけどね、あ、なんだかんだでもう20分近く動画撮ってたな、よし、じゃあちょっと最後、ここでアイテム整理だけして、これこのまま戻っちゃうと、次のパート、あーどうしようかな、まあいっか、じゃあ、あれ違うわ、これやめられないじゃん、ちょっとアイテム整理だけするけど、セーブするところがなかったの、ここ閉まった、まあ、もうちょっと最後スパークショット、もうマシンガンはいらないかな、ちょっとアイテム整理だけして、そっか閉まった、ここセーブできるもんやと思ってたらアイテムボックスしかなかったんだ、そっかセーブ無効だもんな、閉まった閉まった、じゃあもうありったけの武器を持っていって、これはもういらないし、キー、じゃあ向こうに戻ってからセーブしましょう、で終わろう、世の中にはそういうコミュニケーション、だから就活生の人なんかさ、もう就活多分落ち着いてきてる人の方が多いかもしれないけどさ、就活なんかしててもさ、あの質問に答えてくれませんよねっていうようなケースとかもあって、いやまさにそれなんよね、あの就活でその面接してる時にうんぬんとかっていうのもあるけど、それ以外でもやっぱりね、なんか基礎的なコミュニケーション取れない人っていうのが多いからね、そういうのはやっぱ苦労するから、あの自分が今何聞かれてるのか、何答えたらいいのかっていうのはね、しっかりやっておいた方がいいと思います、ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押していただけたら嬉しいです。次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。